こんにちは、平井博明です。一つお知らせですが、 LINE の公式アカウントを作りましたので、ぜひぜひ友達申請よろしくお願いいたします。今回は飛ばしについて説明していきたいと思います。とにかく飛ばしについていろいろあると思うんですが、すぐ効果の出る飛ばし方を今日はやってみたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず1つ目、テイクバックを早く上げる。で、次にですね、早く振って飛ばせば飛ばすほどインパクトに衝撃があります。なので、その衝撃に耐えられる手首の強さプラスリストターンですね。で、いろいろ今より飛ばしたい、平均飛距離を伸ばしたいとかっていうのはあると思うんですが、平均飛距離にはですね、普段の練習とか体の使い方っていうのがありますので、今日はそちらはやらずに、すぐ効果の出る方ですね、もう即席の今よりも飛距離を伸ばす打ち方をやっていきたいと思います。まずバックスイングを速く上げるんですけども、飛ばす方でバックスイングがゆっくりを上げる方っていうのはほとんどいないと思います。飛ばす方はバックスイングの上げるスピードも結構速いです。普通に打つスピードで打ってみます。今のが普通のスピードです。で、今度飛ばしに行った時のスピードで打ってみますが、バックスイングの速さにちょっと注目してください。さっきと多分見た目はそんなに差はないと思うんですが、相当テイクバックを早く上げてます。そうするとインパクトが厚く当たるようになるんですけども、で、軽く打った方と今スピードを上げて打った方と2つとも当たったんですが、なぜ当たったかという理由がですね、振った時もインパクトでその衝撃に耐えられるように手首の強さを相当強くして打ってます。意外と飛ばす時にインパクトでバチンと力を入れてちゃんと右手の手首が伸びてない方って結構いらっしゃるんです。飛ばす時に限って右手の手首がこう後ろに折れて、そのまんまボールを押してしまう方が結構いらっしゃるので、それは右手の手首が後ろに折れない方がいいです。当たった時に右手の手首が進行方向に折れるぐらい強さをキープしてあげることが大事です。グリップの握り方です。で、普段だいたい7割8割の方がインターロッキンググリップだったりオーバーラッピンググリップをされてると思うんですけども、飛ばしに行く時だけ10フィンガーにされたりですね、いろいろグリップを違う種類のクラブが動きやすいグリップですね、普段は安定感を求めてボールを曲げたくないということで、安定するなるべくフラフラクラブが動かないようなグリップをされてると思います。ですが、飛ばしに関してはクラブが動いてないと飛ばないので、クラブが自由に動いていられる動きやすいグリップの握り方をするのがおすすめします。日々の練習の中で飛ばしを得るよりは、今すぐ自分の飛距離よりも飛ばす時にすごく効果的になります。なので、ちょっと練習場なんかで、最初アイアンなんかでもいいです、打ってみてですね、できるようになってくるとドライバーで試してみるといいと思います。ここで飛ばしにおいてクラブの選び方なんですが、今現在お使いのクラブというのは、今の普通に振ってる時のスイングに合ってるクラブをお使いだと思います。ただ飛ばしに行った時っていうのは、もちろんパワースピード上がりますよね。なので、その飛ばす時にそのクラブがそのスピードとパワーに耐えられるクラブでないと、振った時にちゃんと振った分の効果が得られません。やっぱり優しいクラブでしたり、ロフトがすごく寝てるクラブを使って飛ばしに行く場合なんかは、ボールが吹き上がってしまったり、左右にボールがブレてしまう可能性が高いので、その辺は注意してください。今飛ばしについていろいろお話しさせていただきましたが、とにかく結果としては曲がります。今よりも曲がるという想定内のもと練習をされる、飛ばしに行くっていうことが大切になりますので、その辺はご注意していただきたいと思います。スコアを意識される方はあまり飛ばしをお勧めしないです。僕の同級生にぬかが選手、飛ばしに関してはもうピカイチなんですが、ただ彼の300ヤードと僕の300ヤードでは全く意味が
違います。多分あの280ヤードから300ヤードムカガ選手に打ってくれって言ってもそんなに無理なく打てると思うんですが、僕、まあ、280ヤード以上飛ばないですけども、僕に280ヤードから300ヤード飛ばせっていうのはかなり無理があるというかほぼほぼ不可能です。なのでご自身の体、クラブ、まあ、エンジンですよね、飛ばしに何が揃っているかを確認するのも大事なので、その確認をしていただきたいです。今回飛ばしについて説明させていただきましたが、平均飛距離を伸ばすことについてはいろんな練習方法だったり体の使い方、めちゃくちゃ大事な部分がありますが、今回はこのすぐ効果の出る飛ばしについて説明させていただきました。今後ですね、その平均飛距離を伸ばす、ご自身の飛距離を伸ばす方の動画も撮っていきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。